こんにちは、まーです、オクトパストラベラー大陸の覇者やっていきたいと思います。はい、ということでね、オクトラ動画はね、だいぶ久々なんじゃないかな。すいません、本当にね、見てくれてる人が、あ、待って、11月18だって、12、あ、やっぱ1ヶ月半ぐらいだね。すいません、本当にね、どんだけの人がね見てくれてるかわかんないんだけど、本当にもしね見てくださってる方いたらすいません。なんかそのサブクエを動画外で紹介しようと思って、なかなかね、やっぱ私ね、いや、こう動画出しといてあれなんだけどさ、向いてないね、シングルプレイのアプリゲームなかなかね、気軽にできるっていう風になんかならないわ。やっぱね、なんか気軽じゃないんだろうね、なんか。腰を据えてやっぱやりたいのかな。ただね、やっぱオクトパストラベラー好きな作品なので、めげずにね、多分スローペースだけどやっていきたいなと思います。で、今日なんですけど、だいぶね、今更感あるんだけど、お正月のね、これ、お正月記念、天運の導きっていうのかな。1月31日。なまったね。1月31日までなんですよ。無料10連。でさ、右上見てください。2005個も溜まってんのよ、私。やばくない？めっちゃ引けるよね。っていう。サブロック18?サンパ37、サンブロック。60連?引けるってこと?やばくない？え?そうだよね。で、トレサがね、実装されたんですけど、私ね、ちょっと名前なんだったかな、その元祖のオクトパストラベラーの作品で、盗賊のね、人、すごい好きだったんですよ。すごい好きだったのに名前を忘れるっていうね。まあ、オーフェンとかね、あと、剣士の人、もうダメだ、名前が、何年か前なのでね、やってたのね、忘れちゃったんだけど。もうみんな好きなんだけど、盗賊の人が一番好きだから、どうせならね、多分これ順調にこう実装されていくと思うんですよ。範囲とも実装されたし、だからちょっとね、石は貯めたいなーなんて思ったりしてますけど、いつまで我慢できるかわかんないけどね。はい、ということで、まずこの無料行きましょう。はい、導く。まだね、確定演出って見たことないんだよね。ああ。まあ、無料だからね。ってとこはあるよね。お、でも4になるキャラですね。あれ、最高レアリティって、そうだよね、5だよね。え、あ、びっくりした。はいはい、かぶり多いな。はい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 、持ってるな。あ、ニューですね。はい、かぶる。お、クラスアップ、あざーす。こういう意味ではかぶりもありがたい。あー、3か。あ、もう終わっちゃうんじゃない。あ、おニュー、おじいちゃん。君も遺跡に、はい。いやー、ニューが3人だね。ボイス聞きますか。私の名はジークリット。剣士だ。今は修行の旅の途中でな。強者を探して各地を渡り歩いてる。私には。たどり着きたい剣があるのだ。かっこいいね、ジークリット。秘密ってすごくいい響きだと思うの。あの、ちょっぴり苦くて突然なんなのって。私、メイデル、踊り子なの。実は私、大きな秘密を抱えてるの。なあ、あなた、仲良くしてくれる？
踊り子ってこういう感じのキャラ多いね。僕はドリー、学者です。僕の兄弟は八つ子なんですよ。八つ子はやべえな。偉い学者になって僕たちを育ててくれた両親に恩返ししたいんです。すごい大変だっただろうね、育てんのね。一緒に連れて行ってください。はい、ということで、これ、聖堂院が2つあるのでこれも引いていきます。から12連になるのかな、一応。君も僕のファンかい？また出たよ、ドリコ。男版かな？おっと、君も僕のファンかい？いや、このままじゃ僕があちこちで取り合いになる日も近。違うのかい？なら、ぜひとも覚えてもらおう。僕はファビオ、新進気鋭の踊り子さ。苦手だわこういうキャラ。はい、もう一回行こうかな。はい、あー、かぶりですね。まあまあまあ、そう、うまくはいかないですね。はい、ということで以上となります。はい、功績ゲットしました。ちょっと今更感は強いんですけど、皆さんのね、ガチャの結果、無料なんでね、きっとみんな引いてると思うので、ぜひ教えてほしいです。はい、ということで、オクトパストラベラーね、なんだろうな、ちょっとだいぶゆっくりなスローペースになるとは思うんですけども、温かい目で見てもらえたらと思います。はい、ということで、よければチャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。